ここを監視する。もう任せておけばいい。やっぱり暁がいた形跡はないよ。どうする青葉、職はまだということか。いや、どうかな。すでに交戦中か。安心だ。あの人の強さはお前たちが一番よく知っているだろう。と他4つからのバックアップ要請はない。そしてこの監禁可能性もあるってことだな。そういうことだ。待ちぶ。先ほどの作戦通り、各自持ち場につけ。はっ。カグズ、遅かったな。まずは一人。あー、いって、なんだ、無理すんな。見てんなよ、ほら、こいつ。お、聖監禁所にまた行かなきゃなんねえのかよ。ジリク。お忍びだ。お前ら暁を拘束、または抹殺するよう命を受けてきたつもりだったが、さすがにいい能力を持ってやん。てめえら、狙う順番を待ち、術が外れた。やはりあの真ん中の、珍しく金に縁があったな、ヒダン。そうだ、金はてめえにやる。カグズ、それからヒダンか。だから、それを俺に言うかよ。ま、無理か。何のつもりだ。あの少しの時間でいい。すぐに首を跳ねて動きを止める。それじゃ今打てる最善の手だ。アスマのこんな顔初めて見るぜ。欲張りつつ近丸の声だ。相手の力が分かっているならなおさら。誠意なく逃げようものなら俺たちは全滅する。という指し方もできないとな。を守るためには犠牲もやむなしってやつだ。まさか。確かに俺たちには分が悪い。だからってアスマが、お前が面倒くさがりなのは知ってるよ。だから面倒なのを避けるためにいろんなクマの個性を生かすことで様々な局面を作り出すこと。ルールはだいたいこの本を読めばわかる。あとはやりながらだな。ま、負けた。書いてあったんですよ、敵陣突破の先兵だってね。敵陣突破の先兵か。お前らしい合理的な考えかもしれんが、だが敵陣を切り崩し大ダメージを与えた暴銀は犠牲のまとめ。俺はそこまで割り切れないってことさ。もう一番やるか。今度は犠牲者もやむなしと思わせるほどの敵ってことかな。確かにそれどころか、俺たちを守りながら戦うとなれば奴ら間違いなく大駒だ。大駒を取らせが俺たちじゃその餌としては役不足。はい。ただの捨て駒にはならぬよ。お前がいるにしまくってやる。作戦会議は終わったか。いいじゃない。人の痛みを知らねえクソ野郎には神の裁きが来る。あいつを食らった。あいつは仮の湯を警戒しながら戦わなければならない。コッタスマにとって有利な戦いを生み出す。基本的には間違っちゃいない。どっちもチャクラにも限りがある。捕まえなきゃこっちの戦いは始まらねえ。しまった。
っていくのはもっとすごいがな。くそ、被弾、油断する。うまい。さすがこの二人は生きねえようだと言って信用するわけにもいかねえが、ちょっと援護してもらえねえすかね。おめえら必死すぎなんだよ。無神論者どもは一番効率な。今だ。今度先に雑魚の方から片付けてやろうか。カトンが排斥しよう。動きを止めただと。ついに暁との戦闘が始まった。私は次々と追い込まれていく。撤退すらできないギリギリの急攻撃が炸裂したとき、被弾は激しい。裁きがく、少しは他人の痛みが理解できたか。おめえは俺に呪われた。これより儀式。さあ、これより儀式を始める。さあ、俺と一緒にさ。どうしてアスマ隊長が火傷、火傷を食らったのは。やっぱな、これってまさか。これで全ての準備は整った。むちゃくちゃ痛いから覚悟しろよ。救助はこの時の痛みが俺の体の中に染み込んでくる。痛みを やっぱりおかしいぞ。奴が自分ですでに。何らかの仕掛けで繋がってる。つまり体に受けたダメージも。両足ってのもいいよな。しかる。何やれ。よくやったぞ、シカマル。から何分経てる。10分程度だ。増援が来るにはまだ20分はかかる。隊長も効果が持続するタイプの術を解くには相手を殺すのが用いるためのリスク、穴がある。まずは冷静になって術を考えねえと。わずかだ。長引くようなら俺もやるぞ。てめえは引っ込んでるって言ったのが賭けだ。もう一人が攻撃してこないのはラッキーだった。だからといって俺は想定外の敵と戦う想定をしてきたはずじゃないか。暁の構造、残りで分かってるのは3人。こいつは水遁使いか。サスケの兄貴、車輪が技だ。こっちはナルトがやり合ったっていう自信もんだぜ。残る暁は5人。このファイルに載せねえぜ。正体のわからない5人に関しても想像もつかないような中だぜ。これじゃあ対策なんて最初から立てておいても意味がね。じゃあどうする。現実、出社のタイプの見極め、数万つ一つでも多くの情報を得て瞬時に判断しなくちゃならねえってことか。いや、情報を得る時間なんてもらえねえだろうな。あか、いや、無駄だって結論に至ったとこっすよ。その情報がつかめればね、初対面の暁相手じゃそれも悔しいけど、奴ら半端ないっすからね。お前がこの晴れも屈指のものだ。
1対1でその時間を作れないその責任を果たしていないことになる。お前じゃあ何とかしろ、仲間がやられる前にな。考えろ、考えるんだ。性格、口調のパターン、身につけているもの、さっきまでその全てから導くことのできる術についての仮説の作成、神、裁き。すでにてめえは俺に。これで全ての準備は整った。準備、何か分かったのか、近丸。ああ、術をかけながら通り思考する素早い分析力と、そこから最善の手を選び出す勘を備えて。あっ、どうするんだ。あの地面にエロイが溶ける。一体どういうことだ。あいつのでかいべき範囲を広く取り、とにかく相手に当てることで大なり小なりの外、それで確実に相手を殺せる術を持ってるってことだ。違う、呪いたい相手とリンクするには。奴が血を舐めるのは、それで相手を呪うことができる。なるほど。それだけじゃない、呪いの発動にはもう一つの分かりやすい条件が。アスマのカトンの術を無視して食らいながらでも、あの地面に描いた準備が整ったと吠えたことで、あいつがあの図の中にいて初めて。このガキ、あんたわめ、このガキ。出たぜ。よし、術が解けたか。よし、動けねえ。気を抜くなと言ったのだ。え、そうだったかもしれないけど、これ気持ちは嬉しいけど、きっと枯らしちゃうわ。でも、ああ、ポピーポピーっと、言葉は慰めといたわりか。やった、やったぞ。やった。正直かなり危なかった。鹿丸の的確な分析がなければ大したやつだ。アスマさんが一目置くだけのことはあるな。これで残りはあと一人か。手助けが欲しければもっと早くに言うべきだったな。つうか、最初に手を出すなと言ったのはお前だ。てめえをバカにしたり軽蔑してる気持ちはね。いいから、とにかく体持ってきてくんねえかな。カクズちゃん頼むよ。おい、ちょっと待てって。ほら、カクズ、体だ。無視かよ。おい、痛い痛いか。おい、カクズ、髪引っ張ってんじゃねえ。これは半端ねえ。どう見てもこれ怪我のレベルじゃねえからな。首なんか切りやがって、チュー、スーパー激痛だ、クソ野郎。わからんな、あれじゃ。術もない。不死身でも、ああなりゃ何もできねえ。とはいえ、あいつは、戦わない冷静さ。さらに、の力はまだ見えねえ。いや、見せていないことからの自信が解散しているやつだ。ならば今、俺たちが有利。もう限界だな。アスマ隊長、逃げるチャンスができたってことにもなる。その場合心配。の、わかったよ。お、あいつら何をしてるんだ。首が、またもげるぞ。開けて、
おめえは特に切り離された体を縫い合わせる術を持つ男。クソだが、お前は戦闘も話もとにかくタラタラ長い。ありゃたっぷりと返してやら、戒律破るわけにはいかねえ。いつも分かってる。集中させて隙を作り、この妙な液体とお前やはり甘いな。無駄が多い。何術、いつの間に。いいぞいいぞ。こっちもぼちぼち始めるか。じゃねえとまた儀式がたらたら長い。あばよ。あずま、うし。あばよ。あずま。同じじゃねえよ。結局あんただめか。俺の影の岩成功させれば敵の動きを止め戦力を離れた敵に、影の岩必ずしも有効じゃないんだ。そのための作戦じゃねえか。俺の突進、そうだ、これなら俺は最前線で敵を縛ることができる。だからこそダメなんだ。この隊は優秀だ。しかもお前だ。そしてそれが隊をよりよく運用する方法だ。俺だって長承知の上だ。でもそれで多くの仲間を守ることができるなら、俺たちが守っ、まだまだお前を前衛に出すわけにはいかないな。作戦を思いついていればこんなことには。美人トップの先兵だ。たまにはこういう刺し方もできないとな。お前がいるんだからな。クソ俺がボンクラじゃなきゃ。どうだ、痛えか。あの痛みを味わえる。終わりだ。気持ちいい。